はい、ということでご視聴ありがとうございます。埼京線の新宿駅に来ております。最近ね、まあ、相鉄線とかとね直通運転を開始したことによって、まあ、いろいろとね人気が出てる路線なんですけれども、まあこれは全く相鉄線とは関係ない列車になりますが、新宿始発です。新宿始発の海老名駅かそういうわけではなくって逆方面池袋行きです。新宿から池袋は間に一駅も存在しない区間となります。つまり超最短距離の列車というふうになります。ただいま9時14分なんですが、およそ2分後の9時16分が発車時刻となりますので、まもなく発車となります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。まあ、相鉄線のね海老名行きもね、新宿駅から発着する列車が多いということで、この電車は埼京線各駅停車池袋駅、まあ、詳細については詳しくは語れないんですけども、まあ、どうやらそういうことらしいですね。まあ、埼京線はね相鉄線との直通で便利になったかと思ったら、まあ、それは表面的なことだけなんですよね。もうちょっと埼京線の裏側を見てみると不便になったところが結構あります。例えば快速の停車駅が変更になったこと、武蔵浦から大宮間各駅に止まるようになりましたが、それに関しては、まあ、一部の人だけがまあ不便になったということになります。特に川越から先、すみません大宮から先を利用する人にとっては武蔵浦から大宮間が各駅に止まってしまうことに疑問を感じてしまうこともよくあると思います。まあ、それもそうなんですけど、まあ、一時期ねある日ね大宮から快速で武蔵浦和に行ったらさ、その武蔵浦和からねあの各駅停車に乗り換えようとしたんですよ。で今までの感じだったら武蔵浦和で対面乗り換えができると思うじゃないですか。しかしながらそうではなくてね、残念ながらホームが別だったんですよ。つまり快速で降りたホームの向かい側に各駅停車が止まっていないんですよ。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はそれでその向かい側ホーム別で、ホーム別の反対側に新宿駅って書いてあったんですよ。だから長い長い階段下ってね、そしてまた登って新宿駅に乗ったと。まあ空いてるからその分に関しては良かったんだけどね。で、まあ、新宿から池袋間はこれは正式名称でいうと山手線になりますね。そんな山手線の駅としては新大久保と高田馬場と目白、この3つです。埼京線系統に関してはホームがないのでそのまま通過となります。ですから我々はそのまま池袋へ直行するという形になります。これは新宿の西武新宿バージョンのところですね。はい、西武2番系が止まってます。急行拝島と書いてありましたね。西武新宿線に関しては高田の馬場駅がありますね。そこまで並走です。配車する251系です。
今のところね、高田馬場を通過しました。残るは目白駅のみです。でそんな目白もね、すぐに来ます。まさか池袋3番線到着ですね。回送と表示させてます。電車が来ます。同じ車で来ます。一番の電車がいってください。